2022年11月の研究論文ソフトウェア編。タイトル量子カオスイコール体積の理事空間エンタングルメント。オーガニゼーションズモナーシュ・ユニバーシティセンターフォークアンタムテクノロジートランスポートフォーニューサウスウェールズ。古典力学ではカオス系を研究するための理論的枠組みがよく整備されています。 中心となる概念は、蝶の羽ばたきのような小さな雪道が、世界の別の地域で、数日後に嵐のような大きな影響をもたらす、というものです。量子力学系のカオスは、古典のように形式化はされていません。そのような中、著者らは、統一的な運用定義を提案しています。 彼らは体積測のもつれ状態を作り出す量子プロセスが過去の小さな局所的な乱れから決定論的にあるいは非常に敏感に依存しながら生じる高度に非局所的な現象のようにカオス的な振る舞いを示すことを明らかにしました。この新しい洞察に満ちた関連性は様々な多体系物理学の問題に役立つと考えられます。 タイトル、任意の量子過程を予測する学習。オーガニゼーションズ、カルテック、UC バークレー、AWS。量子物理学の実験では、初期量子状態の準備、量子状態の時間発展、測定結果の取得という3つの段階を経て、実験が行われることが多いです。例えば、 古典的な初期量子状態の記述と時間発展した量子状態の測定結果の組み合わせのような学習データを教室機器械学習 ML モデルに与えることは可能でしょうか本論文では時間発展が指数関数的に多くの量子論理ゲートからなる場合でもそのデータセットに対して学習可能な計算効率の良い ML アルゴリズムについて述べています。 このアルゴリズムは古典的なシャドウトモグラフィーに関連しており、いくつかの新しい数学的導出に依存しています。この成果は様々な量子技術の検討に活用できるでしょう。タイトル、量子コンピュータからの縮小密度行列を用いた強く収縮した N 電子化電子状態説動論。オーガニゼーション、クアンティナーム。 本論文では、電子構造問題を解くための新しいハイブリッド量子固定アルゴリズムを紹介します。これは、量子プロセッサ内の最も強く相関する軌道のみを考慮することによって機能します。そのために、変分量子固有値アルゴリズムに従って量子状態を準備し、その後、還元密度行列を測定します。 古典的な処理と組み合わせることで、全体的なアプローチは、以前の量子化学手法と一致する結果が得られました。重要なのは、このハイブリッドアプローチが、優れたスケーラビリティを持つことで、今後、より優れた量子ハードウェアが開発されれば、完全に古典的な手法を追い越すことができるようになるはずです。タイトル、創薬応用に向けた、量子コンピューティングの最新技術展望。 オーガニゼーションズ、リバーレイン、アステックスファーマスーティカルズ。量子科学に関するこの視点は、量子コンピュータで解決される、電子構造の問題が製薬業界にどのような影響を与えるかに、焦点を当てています。いくつかの重要なアルゴリズム、量子位相推定と、変分量子固有値ソルバー、量子ビット化と、 トロッター化を比較し、どちらの場合も、前者の方が後者よりもスケーリングが優れている、と結論付けています。非保持ンリンパ腫を治療する、イブルチニブという薬を検証し、現在の最高の技術を使えば、誤差修正量子計算にかかる時間は、わずか数日で済むと推定しています。従来の方法では1000年以上かかります。タイトル、ユニバーサルパリティ量子コンピューティング。 その量子計算の応用。Organizations University of Innsbruck p a r ピ t y Quantum Computing GmbH p a r ィ t y 量子コンピュータのアーキテクチャでは一部の論理的な量子ビットをより多くの物理的な量子ビットに符号化します。この方法は論理1-0を奇数の物理1-0として上長にエンコードするという従来のアプローチと逆です。 代わりに論理量子ビットの任意のペアが単一の物理量子ビットに関連付けられます。パウリの Z 方向で考えた対のパリティが物理的な量子ビットの状態を決定します。この方法は論理的な量子ビットが全体全接続性を持つなど多くの利点がありますが、これまでは組み合わせ最適化問題にしか適用できませんでした。二つの論文のうち最初のものは このアーキテクチャを少し変更するだけで、どのようにして普遍的な量子計算を実現できるかを示しています。二つ目の論文は、この方法で書話のアルゴリズムを実装することに関連するゲート数を分析し、いくつかの注目すべき利点を発見しました。各論文へのリンクは、クアンタムビジネスマガジンをご覧ください。